の阿上野駅です。昭和30年代集団就職で上京した若者たちはこの歌に勇気づけられました。埼玉県加須市の三戸正さんほかたくさんの方からのリクエストです。どこかに故郷の香りを乗せて入る列車の懐かしさ、上野はおいらの心の駅だ。くじけちゃったない人生があの日ここから始まった。父ちゃん、俺がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの旗も母ちゃんの旗ももう嫌だって言うまで叩いてやるさ。それまで元気でな。この時計を見つめていたら上野はおいらの心の駅だ。お店のシャフは熱いけど何やでっかい夢がある。